ミニブラ騎士竜王3ナイツセット、ガダマス。みんなこんにちは。今日は4月1日に発売になりました、騎士竜戦隊竜ソージャーのミニプラ紹介いたします。本日紹介するのはミニプラ騎士竜合体シリーズ01騎士竜王3ナイツセット。何やら今回のミニプラの評判は結構いい感じなので、僕もねしっかり集めていきたいと思います。んでですね、今回なんと俺合体フォトコンテストというものが開催されます。俺合体フォトコンテストが何かというと、自分だけのオリジナルの合体、それが俺合体って言われているものなんだけれども、自分でミニプラで俺合体を完成させます。そしてお写真を撮ってツイッターにね投稿するんだって。ねーすごいよね。だから僕3泊も買っちゃった。やりすぎ。何今の、やりすぎ、やりすぎかな。今回ですね、なんと僕騎士竜王3ナイツセットを3セット買いました。気合を入れてね、俺合体フォトコンテストに応募したいと思います。ちなみに俺合体フォトコンテストは応募期間決まっております。4月1日から5月13日までとなっておりますので、みんな俺合体作って投稿しよう。もちろん僕も投稿します。こちらのチャンネルのツイッターを使って投稿していきたいと思います。ではでは、俺合体フォトコンテストもそうなんだけど、まずはミニプラ騎士竜王3ナイツセットをみんなに紹介していきます。それじゃあまずは箱から見ていこう。正面です、騎士竜王3ナイツがドドーンと映っております。竜装合体です。竜装合体基本中の基本なんですけどね、シールは金ピカ、接着剤工具は使いません。ここにも竜装レッドブルーピンクの3人がいますね。全身にジョイント搭載、3体の騎士竜が合体。はいはいはい、セット内容はこんな感じで出ております。後ほど詳しく見ていきましょう。そうじゃくるりとして、箱全部で5つ入ってるんですけれども、1,2,3 の箱でティラミゴが完成、4番の箱でトリケン、5番の箱でアンキローゼ、こんな感じですね。はい、でこんな3体が仕上がります。3体の騎士竜を組み替えろ。あ、フォトコンテストのねこと、ここにも書いてあります。でくるりとして、こちらには完成ティラミーゴーとしまして、ティラミーゴと騎士竜をね変形できるよっていうお写真になっております。でまたくるりとして、ラムネが入ってるよとか注意事項書いてあります。箱の底は真っ黒です。箱のてっぺんはこんな感じ、かっこいいね。セットの箱を開けていきましょう。騎士竜王3ナイツセット箱オープン。ほうほう、こんな感じなんですね。ドカーンと下から1,2,3,4,5と5箱入っておりました。ではこちらから取り出していきましょう。こんな感じの箱になっております。では詳しく箱見ていきましょう。まずは1番ティラミーゴ A の箱です。こんな感じでティラミーゴと騎士竜王の写真が出ております。1と2と3でティラミーゴが完成するというふうに書かれております。くるりとしますと警告注意事項、またくるりとすると後ろ側はこんな感じ、全種集めて竜装合体って出てます。こんな感じです。でここにもありました、ミニプラフォトコンテスト開催、気になる人はぜひ検索してみてください。そしてこちらにラインナップ書かれております。ここでラインナップ見ていきましょう。1番ティラミーゴ A、 2番ティラミーゴ B、 3番ティラミーゴ C、 4番トリケーンプラス合体パーツ、5番アンキローゼプラス合体パーツ。箱の底です。箱のてっぺんです。でですね、箱なんですけれども1番2番3番すべて同じ感じの箱です。違うというと、ここ1番にはティラミーゴ A が入っているよ、2番にはティラミーゴ B が入っているよ、3番にはティラミーゴ C が入っているよっていう風にここに書かれています。箱のてっぺんにも書かれているので、買うときは間違えないようにしてください。4番と5番の箱はこんな感じの見た目になっております。
1番2番3番では騎士竜王ティラミゴでしたが、4番5番では騎士竜王スリーナイツのお写真が出ております。後ろ側は同じでした。これもね、4番はトリケンと合体パーツ、5番はアンキローゼと合体パーツが入っているよって書かれているので、こちらもお間違いのないように買ってください。そんじゃあ箱の中身を見ていきましょう。まずは1番ティラミゴ A、箱の中身です。騎士竜王への変形合体の説明書も入っております。シールはこんな感じ、後ろ側はこんな感じです。2番ティラミーゴ B、 箱の中身です。結構パーツが多いですね。シールはこんな感じ、あ、なんかちっちゃいパーツ外れちゃったのかな。後ろ側から見るとこんな感じです。3番ティラミーゴ C、こんな感じの中身です。後ろから見るとこんな感じ、シール奥にあったので取り出してみました。シールはこんな感じになっております。4番トリケンプラス合体パーツ、箱の中身なんですけれども、ティラミーゴの時より少ない感じ、後ろ側から見るとこんな感じ。こちらもシールが奥の方にあったので取り出してみました。お顔の部分みたいなシールがありますね。5番アンキローゼプラス合体パーツ、トリケンと同じく小ぶりなパーツでございます。ピンクの色がとっても綺麗、後ろ側から見るとこんな感じ、シールです。今回はとても細かいですね。うまく貼れるかな。なかなかパーツの数もありまして、シールも細かいということで作るの大変かななんて思っているんですけれども、仕上がりはとってもとってもかっこいいはず。そんじゃあ僕は組み立てていきますので、皆様は出来上がったものをご覧ください。というか出てこいティラミーゴー、ティラミーゴー、わー、思ってた以上にかっこいいですよ。それでは詳しく見ていきましょう。まずはティラミーゴー、いろんな方向から見ていきましょう。まずは正面です。正面から見ると大きなお口がガオーと開いております。お口の中はねこんな感じになっております。そして横を向きまして、これがねティラミーゴらしい見た目かなと思うんですけれども、こんな感じです。しっかりしておりますよ。流装ジョイントミニっていうやつがねついてます。ポコポコとあちらこちらについております。でもう一つぐるりとすると後ろ姿でございます。尻尾ねちゃんとついておりますよ。シールがこういうところにねついてますね。これ騎士竜王にした時にきっと目立ちますね。こんなところにも竜装ジョイントついてたっけ。ついてたんだね。はい、横から見るとこんな感じでございます。そして真下から見た感じも見ていきましょうか。こんな感じの足の裏になっております。真上からはこんな感じになっております。はい、で正面戻すとこんな感じ。それじゃあせっかくなのでデラックス版と見比べていきましょう。じゃじゃーん、こんな感じです。すごいでしょ。もうほとんど同じだよね。少し違うなといえば肩のドリルの部分、デラックス版は流装ジョイントがあるところが黒でドリルの部分はシルバーだけど、ミニグラ版は真っ黒。でも実はこれ1と2と3の箱でティラミーゴ完成するんだけれども、本格的なこういうね黒とシルバーでできてるドリルっていうのがアンキローゼが入っている5番に入ってるんですよ。ほらね同じ感じでしょ。なんだけどそうなると5番のアンキローゼ買わなきゃいけないんだよね。でもう一つ尻尾のところにあるキャノン、これもこんな風にね4番のトリケーの箱を買うとついてくるんですけど、そうなると全部の箱を買わないとティラミゴが完成しないってなっちゃうの。それはちょっと悲しいなということで、作った人の優しさだよね。真っ黒のパーツティラミーゴの部品の中に入っているんです。ということは1と2と3の箱だけでもティラミーゴを完成させることができるということになります。本格的な感じにしたい人は
4と5の箱を揃えると騎士竜王3ナイツはもちろんのこと、フラミーゴもね完璧に完成させることができます。でもね、何回も言うけど1と2と3のティラミーゴを作るセットだけでもティラミーゴ完成させることができるので、お財布事情厳しいなっていう人いたら無理しないでね、1と2と3の箱だけ買うとティラミーゴ完成させることができますよ。話は戻りましてですね、こんな感じで見た目ほとんど同じです。いろんな方向から見ていきましょう。いやー素晴らしいですね、ティラミーゴ親子って感じ、かわいいかわいい。それじゃあ次はこのティラミーゴを騎士竜王に変形させていきます。せっかくなのでアンキローゼとトリケイについてきたこういうね本格的なドリルとキャノンのパーツを使って組み立てていきます。出来上がったのご覧ください。どうぞ。騎士竜王完成。今回のミニプラは本当に素晴らしいですね。はぁ、最高。いつもミニプラいいんだけどね。いつもいいんだよ。だけどなんか今回すごいいいなって思っちゃった。そういうこと。それじゃあ、騎士竜王もデラックス版ミニプラ版、一緒にいろんな方向から見てみよう。うん、大きいのもかっこいいし、ちっちゃいのもかわいいけどかっこいい。ではミニプラ版近くから見てみましょう。近くから見るとこんな感じになっております。頭の部分ですね、注目したいのはここなんですけれども、これはこんな風によいしょ取り外すことができるようになっております。取り外したらこんな感じになっております。リューソールとして入っているわけではないんですけれども、まあ、頭の部分のパーツとして入っております。レッドの他に4番の箱にはブルー、5番の箱にはピンクが入っておりますと、まあこんな感じで騎士竜王です。デラックス版と違ってミニプラの方がこの辺の角度少し変えられるので、デラックス版よりもかっこいいポーズ決められたりするのかななんて思います。引っ張りすぎると外れちゃうんだけどね。デラックス版はこの辺はねもうガチガチになってるので、横にちょっと開いたりすることはできません。変形の時のこの関節これぐらいしか動かないので、横には開かないので、ミニプラなりのいいところっていうのがあるのかななんて思いました。そして先ほど言いましたキャノンとドリル、本格的なやつねつけてみましたよ。こんな感じです。ではティラミゴ ABC で組み立てたティラミゴ騎士竜王の紹介を終わります。次は4番のトリケン、5番アンキローゼ、どんどんいっちゃいましょう。はい、それではこちらトリケンでございます。いろいろな方向から見ていきましょう。トリケン正面です。先端恐怖症の人はご注意ください。こんな感じです。横、ここにねお顔がありますよ。後ろ、もう一つ横、上からと下から。デラックス版と同じくここが外せるようになっております。デラックス版と見比べるとこんな感じです。ミニプラの大きさはデラックス分のちょうど半分ぐらいかな、そんな感じです。でもねやっぱりねほとんど同じだよね。デラックス版もミニプラ版も全然同じ感じの作りです。後ろから見てもこうだし、横から見てもねほら同じでしょう。下から見ても流装ジョイントのね感じも同じです。デラックス版のトリケーンの上にミニプラのトリケーン乗っけるとなんだかとってもかわいい。それじゃあ次アンキローゼ行ってみよう。アンキローゼです。アンキローゼもいろんな方向から見てみましょう。まずは正面です。こんな感じだね。横、後ろ、もう一つ横、下、上。デラックス版と並べてみるとこんな感じになります。やっぱりね2分の1半分の大きさな感じだね。全体的にそうですね。シールの位置とかもねこの光ってるところ同じ感じでできています。下から見てもそんな感じです。お顔もうん同じ感じだね。あーはー、これまたアンキローゼ親子って感じでとっても可愛い。で、和んでる場合じゃないよ。ティラミーゴ、トリケン、アンキローゼが揃ったっていうことは
そう、キシリオースリーナイツ完成させることができます。それじゃあ完成させちゃうよ。ドドーンとキシリオースリーナイツ出てこいや。出てこいやとか言いながらね、結局は普通に組み立てるだけなんですけれども、はい、出来上がりました。もうね、やっぱりデラックス版と同じですね。組み立て方はトリケーンとアンキローゼ半分にパカッと割って、ドリルとキャノンをくっつけて、それをキシリオの肩と腕のところにくっつけるっていう、そういう感じで完成でございます。ではいろんな方向から見てみましょう。とっても素敵ですね。でですね、こちらのミニプラ、もちろんデラックス版と同じくキシリュウオウスリーナイツ、普通のね、これだけじゃなくて、キシリュウオウトリケーンとかキシリュウオウアンキローゼ、そしてキシリュウオウフォートレスへの変形も可能でございます。わー、すごいすごい。せっかくなのでこちらもですね、デラックス版と見比べてみましょう。こんな感じになります。これはね、デラックス版持ってる人もミニプラ買った方がいいんじゃないかなって思うくらい、同じものなんだけど別物っていうか、なんて言えばいいんだろう、とにかくいいです。最高です。これからきっとタイガランシュとかミルニードルとか発売になると思うんだよね。そうするとキシリュウオウファイブナイツに変形合体させることができるようになるんだなって思うと、今からワクワクしますね。でですね、皆様にこちらのパーツのこと説明してなかったと思うんですけれども、こちらのパーツすごいんです。ここに可愛いティラミーゴがいます。そのティラミーゴの首をポキッと取ります。そうするとこの頭の部分にジョイントのね、部分があると思うんですけれども、こちらをこんな風に引っ張り出します。ここがね、動くようになっているので、閉まったり出したりね、できるようになってます。普通の時はここね、閉じてるんですけれども、こうやって開いてあげて、ここにこのパーツをくっつけます。こんな風にね、くっつけてこの首のところに戻します。そうするとこんな感じでティラミーゴが上を向いているようなポーズを取ることができるようになります。デラックス版では首固定されたままなんですけれども、ミニプラは違いますよ。こんな感じで首をね、上にグーって上げたようなポーズ取ることができるようになっています。素晴らしい。いかがでしたか？デラックス版と比べてももうほとんど同じ。むしろティラミーゴの首がね、あんな風に上向いたりするから、ミニプラの方がすごいんじゃないかなって思っちゃうような感じでした。今日はね、結構ボリュームいっぱいになってしまうかなと思ったので、キシリュウオウトリケーン、キシリュウオウアンキローゼ、キシリュウオウフォートレス、デラックス版も紹介できていないので、ミニプラと合わせて紹介できればなと思っておりますが、まだまだね、紹介しきれていないものがね、結構あるので、ドタバタしてるんですけれども、紹介していきたいなと思います。これからタイガランスとかミルニードルとか発売になると思うんだけれども、そうなるとキシリュウオウファイブナイツに変形合体することができるんだよね。ふう、楽しみ。その前にフォトコンテスト応募しなきゃね。みんなもぜひ挑戦してみてください。僕もキシリュウオウスリーナイツセット3つも買ったから。あ、また出た。やりすぎ。やりすぎかな。でもね、できるだけかっこいいのとか、なんか面白いのとか考えて応募できればなと思っております。頑張ります。それじゃあ今日も最後まで見てくれてどうもありがとう。この動画もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバーイ。ゲバーン。やりすぎ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな